あな。Thank you.
また一つ試練を乗り越えたね。覚えてるかな、前に僕が言ったこと、全てが終わるっていう話。あれからまた少し思い出したんだ。多分終わりは避けて通れない。でもね、不思議なんだ、君を見てるとそんなこととは反対の大きな可能性を感じる。現に君の力、前とはだいぶ変わってきてるみたいだしね。ねえ、よかったら僕と友達になってよ。君にすごく興味があるんだ。どうかな。うん、じゃあ今から友達だ。僕の名前はファルロス。よろしくね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝死神のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。今日はもう遅いから帰るよ。次に会える日が今から楽しみだ。バイバイ。おはよう。揃っていて助かった。急な話ですまないが、今晩また理事長が見えるそうだ。夜は例の部屋に集合してくれ。こないだ来たばっかなのに、なんかあったんすか？なんでも我々にとっておきのプレゼントがあるそうだ。山岸の入寮初日で慌ただしいだろうが、よろしく頼む。とっておきって俺は期待しちゃっていいのか？どうだろう、いくつきさんのことだし、どうせ新しいダジャレを思いついたとかじゃない？素晴らしい。楽しみにしております。依頼を受けていただけますか？そうそう、では何卒。ふふ、吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。吉報をお、そうそう、では何卒。そう
うそう。吉報をお待ちしております。それでは。いらっしゃいませ。ゆっくり見てってください。ごきげんよう。私からのお願いで成果のご報告を。感謝いたします。ふふ。そういえば、では何とぞ。それでは。ご機嫌。私からのお願いです。成果のご報告を。素晴らしい。楽しみにしております。それでは。
山岸さん、いる？はい、どうぞ。そろそろ作戦室行こう。って、あれ、すっかり片付いてる。後で手伝おうって思ってたんだけど。そんなに荷物多くなかったから意外と早く終わっちゃって。あ、もしかしてパソコンとかそういうの強い？私いまいち疎くってさ。今度いろいろ教えてよ。うん、私でよければ。何か調べ物？実践に向けてみんなの特徴とか整理しておかなきゃって思って。私は前線に立てないからせめてこれぐらいは。そっか、山岸さんは真面目なんだね。しかもあんなすごい能力があるし。考えてみるとさ、この寮にいる人ってみんなすごい人ばっかり。真田先輩は文句なしで強いし、リーダーも誰にも真似できない力がある。順平は置いとくとしても、霧城先輩だってきっと強いんだろうな。なのに私はなんか中途半端っていうか、この前の満月の時も何もできなかったし、こんなんじゃいてもいなくても同じかもなんて。そんなことないよ。え？私ね、ペルソナは心の力、もう一人の自分だって聞いたの。だからペルソナが使える力にはその人の性格とか思いが現れるんだと思う。例えば竹葉さんのペルソナは傷を治す力を使えるでしょ。それは竹葉さんが誰にも真似できない優しさを持ってるから。いや、優しくなんてないよ。ただ私は目の前で誰かが傷ついたり倒れたりするのは嫌だなってだけで。あ、ほら、いくつきさん来ちゃうから行こう。あとさ、ゆかりでいいよ。今日からよろしくね、ふうか。うん、こちらこそありがとう、ゆかりちゃん。たびたび呼び出して申し訳ない。でも今日はとっておきを持ってきたから。説明するよりとにかく見てもらおうか。これは君たち課外活動部に支給される新しい装備だ。だいぶ前から開発を進めていたんだが、ようやく実戦投入にこぎつけてね。襲い来るシャドウは強力になるばかり。現に前回君たちは大変な苦戦を強いられた。今後さらに強力な敵がと考えると、こちらにも対抗手段がなければいけない。この先はこれらを身につけて任務に当たってほしい。活動時に着用する戦闘服、腕章、そして対シャドウ戦における切り札、テウルギアを使用するためのカートリッジだ。テウルギアはギリシャ語で神に働きかける術という意味でね。まあ簡単に言うと、使用者の感情と連動し、一定の条件下で必殺の一撃を放てる代物だ。必殺技っすか。それそれ、そういうの求めてたんだよな。で、どうやったら出せるんすか。そこなんだけど、一言で説明するのが難しくてね。僕から口で伝えるより実際に使ってみるのがいいんじゃないかな。え、そんな、いきなり危険じゃないんですか。大丈夫、安全性は十分に検証したし、安心して試してもらっていい。ここにマニュアルも用意してある。よかったら参考にして。
いや、しかし今日に間に合ってよかった。山岸君が加入し、霧城君は前線に復帰。課外活動部は新たな布陣を敷くことになる。新兵器投入のタイミングとしては申し分ないだろう。おっと、もうこんな時間か。もっと詳しく話したいところだけど、例の大型シャドウについての調査が忙しくてね。すごいことがいろいろ分かりそうなんだ。近いうちに報告させてもらうよ。それじゃあ金城君、あとは任せたから。本当に帰っちゃった。なんとなく思ってはいましたけど、おおらかな人というか適当とも言うな。構わんさ、理事長の言う通り実戦で試してみるのが一番だ。全員揃っていることだし、いい機会だ。これからタルタロスへ向かい、新しい装備の感触を確認しよう。私も勘を取り戻したかったところだ。山岸をバックアップに置く布陣のテストにもなる。それでいいな。よし、決まりだな。必殺の一撃とは面白い。テウルギアとやら試させてもらう。初めてで緊張するけど、よろしくお願いします、リーダー。では各自受け取ったら着替えてタルタルスへ出発だ。はい。いいっすね、なんか精鋭部隊って感じで。あんたちゃんと来なさいよ、だらしないな。でもみんなちょっとずつ形が違うんだね。各人の体に合うことはもちろん、戦闘スタイルも考慮して作られているはずだ。俺は先行して試験的に運用していたが、完成度が上がっているな。これすごく軽くて丈夫。宇宙服とか軍事用の素材でしょうか。この腕章もただの飾りではないそうだな。もらったマニュアルによると、いろいろな機構が搭載されているみたいです。その人のバイタルをトレースして通信したりとか、あとはテウルギア使用の可否を知らせる機能もある。ごめんなさい、それについての詳しい記述が見当たらなくて。そのカートリッジを召喚機にセットして使うってことぐらいしか。それを探ることも今回の探索の目的としよう。無論あくまで慎重にな。では山岸、伝えていた通りバックアップは任せるぞ。私は前線に立ち戦闘に参加させてもらう。俺も行くぞ。腕がなまってないかチェックしている。私も行きます。ではリーダーを含めこの4名で突入する。俺も行きたいですって。せっかくこんな盛り上がってんのにお留守番とかないっしょ。リーダーのこいつを外すわけにはいかないだろう。順平はここに残り、山岸のフォローを頼む。いや、そう？
仕方ねえ、そこまで言われちゃうな。フーカ、鉄壁の俺っちが守ってやるぜ。また始まった。フーカ、危なくなったら見捨てていいし、変なことしようとしたら殴っていいから。うん、わかった。わかっちゃいます。山岸、探索するのに適当そうなフロアを探してもらえるか。はい。この前と中の様子が違う。違うのはいつものことじゃんよ。そうじゃなくて、乱れてるというか一時的なものだと思いますけど、比較的安定していそうなフロアを探しますね。そんなことまで分かっちゃうんだ、すごいね、フーカ。イレギュラーな潜入があったり、大型シャドウが派手に暴れたせいかもな。ここでは何が起きるか分からん。ま、望むところだが。よし、では始めよう。リーダーのその新しい剣、ちょっとかっこいいね。戦闘服とセットになってた私の弓もすごく軽くて使いやすそう。全員分の武器まで新調してくれるとは、理事長もやるじゃないか。ろくに説明もしないで気が利くんだか効かないんだか。課外活動部の刻印も入っている特別製の品だな。運用はいつも通り君に任せる。開始前に装備の確認も忘れずにな。Thank you.